前編では SBI 証券チーフストラテジストの北野さんに迷走するコロナ対策と株価をテーマにお話を伺いしました。後編では東洋経済解説部コラムニストの岡田さんに ESG 投資と脱炭素をめぐる日本と世界の動向についてお伺いします。岡田さん、近年脱炭素化と ESG 投資という言葉よく登場するようになりましたよね。はい、新型コロナウイルスの感染拡大、これと、脱炭素化というものがですね、注目されるようになってきたわけです。日本ではなかなか馴染みがないんですけれども、ヨーロッパですね、EU ではですね、新型コロナウイルスで傷んだ経済をどうやってもう一回復興させていくかという時に、はい、グリーンリカバリーという言葉が、提唱されてまして、経済を復興させる際には、元の経済に戻すのではなくて、より、環境を配慮した、持続可能な、経済社会を作っていこうと、そういうような、政策がですね、提唱されるようになってきた。日本にいるとなかなか馴染みがないんですが、今大きく世界がそういう方向に向けて動き出そうとしているということです。その中でも脱炭素化というところに大きな注目が集まっていますか。はい、このグラフを見ていただきたいんですけれども、私たちの経済とか生活というのが、必ず二酸化炭素の排出を伴うわけですけれども、今のような生活を続けていきますと、このオレンジ色のですね、この線にずっと増え続けるわけです。600億トンとか700億トン年間、これをですね、2050年までにゼロに近づけようという、これが脱炭素化といわれる政策であり戦略なんです。なぜこれが必要なのかということになるんですけれども、今のようなこのオレンジ色の線でですね、二酸化炭素や二酸化炭素を含む温室効果ガスを出し続けると、気温の上昇がですね、3度から4度ぐらいまでなってしまうと、産業革命の頃と比べてですけれども、もうすでに産業革命より今1度上昇した、それで我々これだけ暑くて、大変な異常気象だと言ってるわけですけれども、このまま放置しますと、21世紀の終わりにはあと3度ぐらい気温が上昇してしまうのではないかと、そうなりますと、私たちのそういった生活なり文明そのものが成り立たなくなる。これを何とかしなきゃいけない。そのためには CO2 を減らさなければいけないということで、脱炭素化というものが必要だと、取り組みが必要だということになってきたということです。CO2 排出量ゼロを目指している世界的にはそういう動きもありますもんね。それでですね、この脱炭素化というのが、最近ではですね、これを進めることがいわゆる経済の、再生復興を支えることになると、むしろそれが投資を新たに呼び込んで、新しいそういう、経済社会を作ることにつながるのではないかって、そういう考え方になってきてるわけです。特にその新型コロナウイルスの感染拡大で傷んだ経済を立て直すという中で、ヨーロッパではですね、2050年までに温室効果ガスを 100% 減らそうと、そのためには投資が非常に必要になるわけなんです。特にエネルギーの分野ですね。次を見ていただきたいのですけれども、今のまま大きく変えない場合には、2050年までに95兆ドルぐらいのエネルギーの投資が必要だという専門機関の試算がありますが、気温の上昇を2度よりも低く抑えようとすると110兆ドル、1.5 度まで気温の上昇を抑えようとすると130兆ドルということで、つまりこの脱炭素化を進めるためには多額の投資が必要であるということを示しているものです。つまりそこにビジネスチャンスがあると見ている方たちも当然出てきますよね。今までですと環境団体などがですね、政府ですとか企業に対してもっと取り組むべきだということを言ってきたわけですけれども、最近の流れとしては、企業がですね、むしろ我々のビジネスを、そうしたサステナブルな持続可能な炭素を排出しないような、
ビジネスに転換していくんだということを言い始めてます、うんうん、ではそのエネルギーシフトですね、はいはい、どういった分野が鍵を握ってくるんでしょうか。はい、まあ、一つ注目されてますのが洋上風力発電です。これは日本のようなそういう国土が狭い国ですと風力発電の風車を建てる場所というのが、まあ、制約があるという中で海に建てたらどうかと、はい、ヨーロッパなどではですね、すでに活発にそういった投資が行われてまして、2030年までには65から85ギガワットという、まあ、火力発電所で言いますとそうですね、大型の火力発電所65基から85基分ぐらいをになるということを計画していると。中国も台湾韓国もですね、かなり高い目標を持っているわけですけれども、うん、残念ながら日本はですねまだ目標というものを持っていないということで、うん、成長分野なのに、そこに対して確たる国としての、政策目標がないというのが実情です。実際こう日本では可能なんですかね、その洋上風力発電を浸透させることは。はい、まあ、日本みたいに海が急に深くなるということでなかなか難しいんですけれども、今そういう、こう遠浅のところに建てるのとは別に海に浮かべるような形での、風車を風力発電を開発しようという動きもありまして、その技術開発も活発になってきています。ですので、ハードルは決して低くはないんですけれども、まあ、思い切ってそこにトライをする必要がある時期に来ているのではないかと思います、あとはやはり海外勢が参入をしてきて、うん、日本の企業はチャンスがあるのかなというような印象を受けます、はいはい、残念ながらですね、風力発電のタービン、風車については、日本の企業はですね、全て撤退してしまいまして今一社も残ってないという状態です。そうなってきますとこの洋上風力が進んだ中で日本経済が活性化するというところにつながるのかなというような不安もあるんですが、はい、まあ、洋上風力というのは、まあ、一つの、施設を作るのに、まあ、1万点から2万点ぐらいの部品が必要だと。しかも20年間こうきちんと動かし続けなければいけないということで、非常にそういう安全性だとか設備の信頼性が必要になるということで、これこそやっぱりこう技術立国としてはきちんと取り組まなきゃいけないテーマだと思いますね、うん、まあ、かつて言うと新幹線もそうだと思いますし、まあ、日本は今までそういう難しい技術を国産化してきた歴史がありますので、まあ、一度ダメになってしまったとはいえ、もう一度ですね、トライをしてみる必要があるのではないかと思います、うん、北野さん、洋上風力いかがでしょうか。いや、一つ教えていただきたいのは、この導入目標なんですけど、どうして日本は目標年度とか、目標の目処とかを持ってないんでしょうか。はい、これはですね、エネルギー基本計画というものが日本にはありまして、2030年には発電した電気のうちの何割を、火力発電、何割を原子力、何割を再生可能エネルギーとい う、こう比率が決まってるんですね、そこで。ところが日本の場合はこの洋上風力と風力に対してさほど今まで期待をしてなかったために、特に洋上風力についてはほとんど、まあ ゼロに近いぐらいしかカウントしなかったんです、ですのでこれを目標を設定するということになりますと、2030年のエネルギー基本計画でのそういった電力構成というものを見直さなければいけないのではないかって、そういう議論につながってきかねないということをやはり政府としては非常に、慎重に判断しているというかことできてたのではないかと思います、一方でこう目標が立たないと進んでいけないなというところもありそうですけどね。そうですね、これはやはり目標がはっきりありますと、じゃあ工場を建てようと、港を作ろうということ で、海外の企業も進出してくるわけですから、そうしますと韓国ですとか台湾ですとかそういった国がですね、どうしてもこうリードすることになるわけですね、じゃあその他のエネルギーですね、注目されているものはありますか。今ですね、にわかにか脚光を浴びているのが水素ですね。水素といいますと、あまりイメージがないかもしれませんけれども、2050年の脱炭素化を実現するためには再生可能エネルギーで電気を作るだけではなかなか難しいと、その電気というのは発電したものをすぐ使わないとうまくいかないわけなんですけれども、その貯める手段が必要なんじゃないかということで注目されているのが水素です、福島県にも
世界最大級の、ね、はい、水素製造工場できましたよね。はいはい、実はああいったものをですね、ヨーロッパがですね、今年の6月にあの水素戦略というのを打ち出しまして、2030年にはですね、再生可能エネルギーを使った水素というのを1000万トン、年間1000万トンぐらいの需要を作ろうと、供給を作ろうということを打ち出したわけです。ちなみに日本はですね、2030年には30万トンということで、非常にささやかなんですが、ヨーロッパは大風呂敷といえば大風呂敷かもしれませんけれども、そういう水素戦略を新型コロナウイルスからの経済復興の一つの目玉事業として打ち出したということで、急に、にわかにこうざわつき始めたというところですね。ただやはりこの分野引っ張っていっているのはヨーロッパなんですね。日本はですね、あの燃料電池自動車ですとか、あるいはエネファームですとかですね、たくさん実は水素についてはいろんな技術を日本は持っているんですが、問題はそれが果たしてうまく形成できるかどうかっていう、正念場を迎えていると言えそうです。これはあの、サステナブル投資といわれる、ESG 投資というふうに言ってもいいかと思いますけれども、環境ですとか、あるいは社会、あるいはそういったガバナンスというですね、今まで の, あの投資尺度では捉えられなかったようなものの見方によって投資をしていこうということですが、やはりヨーロッパなどがリードしてきたと、日本も非常に伸びてはきてるんですけれども、まだまだ、始まったばっかりというところです。はい、北野さん、この現状はどう捉えていらっしゃいますか？この国地域ごとの差というのは、よくわからないんですけれども、例えば21世紀の終わりに向けて気温が3度上がると現在の文明を維持できません、だから今何かやらなければいけない、ただ80年後とか100年後に今いる人はもういなくなっているわけで、そういう遠い将来の議論をに対して切迫感を持って身近に考えなければいけないっていう、わけだと思うんですけど、そのための仕組みっていうか、どうやれば我々がその80年後のことに対して対応できるのか、それがESG の仕組みかもしれませんが、そこのフックの部分、どうやれば身近に考えることができるのか、そこの仕掛けというのは何かありますか？そうですね、ヨーロッパ、あの例えばドイツなどでは、私たちのこう市民が、日常生活でどれだけ CO2 を排出しているかというのを、計算するこうソフトみたいなものがあってですね、いろいろそういう日常生活の行動なんかを入れるとですね、このぐらい排出しているというのを計算してくれるそうなんですね。政府がそういうのを用意しているということで、日本で流行るかどうかはちょっと分かりませんけれども、行動変容というかですね、一般の市民が自分の行動を見直そうということを考える、そういうきっかけになると思いますし、教育とか、あのそういった面でもやはりあの日本以上に、この問題について真剣に取り組んでいる印象がありますね。そういったいいところは日本もどんどん取り入れていきたいなと思いますね。この後はここで差がつく四季報まるごと活用術のコーナーを挟んで、今回の感想をお二人にお伺いします。会社四季報を読んでいて、もうちょっと効率よく使えたらいいなと思っていませんか？そこで今回は会社四季報オンラインをご紹介します。オンラインということはウェブで会社四季報が見られるんでしょうか？そうです。では会社四季報オンラインを使いこなす方法を教えます。年4回発行される会社四季報は、担当記者が全上場企業に取材しています。本期は新型コロナの影響で業績予想を出していない企業も多いんですが、それらを含めてすべて独自に業績予想しています。今期は特に先行きがこう気になりますよね。そこで四季報オンラインでは、四季報発売後に業績予想を更新した銘柄を一覧にして毎週木曜日にニュース配信しているんです。毎週木曜日は要チェックですね。続いてお宝銘柄が見つかるスクリーニング機能、さまざまな条件を入れることで、お値打ち株やお宝株の候補を上場銘柄の中から瞬時に抽出できる機能です。この機能は初心者でも簡単に検索はできるんでしょうか？では実際に少しやってみましょう。編集部おすすめのよく使われる条件から、株価が割安の中の PBR が低いという条件を選んでみましょう。3000社以上の中から絞れましたね。さらに東証一部上場銘柄に絞ればここまで減りました。これは便利ですね。最後に
四季報オンラインでは四季報発売月の前月下旬から有料会員だけに向けて先取り配信をしていますので、四季報発売前に仕込むことができます。他にも様々なテクニカル分析ができるチャート描画機能や注目銘柄の解説記事などウェブならではの機能やオリジナルコンテンツが満載です。すごいですよね。そんな会社四季報オンラインベーシックプランは月額1100円、そしてプロや上級者向けのプレミアムプランは月額5500円です。ぜひお試しください。北野さんと岡田さんに今回の感想をお伺いします。北野さんからお願いいたします。そうですね、やはり遠い将来を扱うこの環境問題に関して金融の側から何ができるのか、一つ我々は注目しなくちゃいけないのは割引率なんだと思うんです。あの100年後の1兆円を例えば 8% とか 10% っていうそういう値で割引くと現在価値ってほとんどゼロになってしまうんですよ、割引率が高いと、はい、そうすると将来のそういうコストを我々はきちんとその評価できなくなってしまう。したがって環境問題を考える際に適切な割引率って一体何パーセントなんだろう、こういうことを考えないとなかなか投資に結びつけることはできないのかな、こんなふうに思いました。岡田さんいかがでしょうか。新型コロナ対策というのは、まあ、非常にその難しいというか、うん、なかなかこう簡単に解決ができないような問題を私たちがこう直面しているということを改めて認識したわけなんですけれども、うん、株価というのがですね、実は結構はっきりとこの問題を見通してるんだなということを、あの北野さんのですね、さまざまなその分析手法からですね、ちょっと目から鱗だったなというところがすごくありましたね、はい、そういった中で少し日本が取り残されつつあるなという印象も受けましたし、その環境問題についてもしっかりこうついていかなきゃ、この流れに乗っていかなきゃいけないなということを強く感じますね。はい、お二方今回はありがとうございました。ありがとうございました。